皆さんこんにちは。 NBC ビヨンドビジネスチャンネル、せーの、チャンス2チャレンジのコーナーです。あ、なんか勝代表やっていただいてありがとうございます。ありがとうございます、はい、今日の素敵なゲストは勝司法書士法人代表社員勝武人先生をお招きしてます。勝代表どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。もう勝さんとは長いですよね。そうですね、 NBC 長いですよね。 NBC 入ってだいぶ経ちましたね。そうですよね、はい、NBC の修行の先生方もたくさんいらっしゃるので、私も個人的に大変お世話になってます。今日ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、どんどん、ね、メンバーも増えてるので、はい、今日勝先生の、まあ、授業内容は司法書士の先生なので、今なんかこう力を入れてらっしゃることを教えていただけますか。はい、はい、ありがとうございます。司法書士ですので、皆さん経営者ですので、うん、会社の登記であるとか、まあ、不動産の登記であるとかで、利用されていると思いますが、はい、私どもが今力を入れているのが、うん、高齢者の認知症対策というところで、うん、はい、認知症と高齢者というのは、うん、まあ、一般の人だけじゃなくて会社のオーナーも人間ですので、やはり事業承継に関係する認知症対策ということで、うん、会社を経営されている方々にも、商業登記、不動産登記、それと認知症対策という、これを3つをこう合わせて、お手伝いさせていただいているというところに、我々勝司法書士法人の強みがあるということでございます、はい、社長って結構自分はいけるとか、はい、自分は大丈夫って結構そういう何の根拠もないけど思ってる方多くないですか。そうですね、やっぱり自信があるからこそ経営してるわけですから、ね、その自信はとても経営にはいいんですが、うん、ちょっと立ち止まって自分の年齢とか、うん、自分が持ってる責任ですよね、会社、従業員、取引先、はい、金融機関、うん、そういうことに対する責任が、もし自分に何かあった時っていうのを一回思い返していただきたいなとは思います、うん、なるほど、はい、今ね、はい、今勝代表が講演してらっしゃるんですけど、はい、元気なうちに考える成年後見制度は、はい、どういうあれなんですかね。判断能力のあるうちに、自分の後継者、うん、あるいは自分が認証になった時にやってもらえる人を決めておく、うん、あるいはどういうことをやってほしいという任意貢献という制度があるんですけども、はい、それをうちの事務所は積極的に進めています。なるほど、はい、やっぱりそういうものをちゃんとやってないと、その判断ができなくなると、はい、身内でもダメなんですよね。そうなんです、ね、今は昔と違って家族が行ってもお金も下ろさせてくれません、はいはい、やっぱりそういうところの問題がまあ一般にはあるんですが、うん、特に経営者に関しては、自社株を持ったまま認証になると、うん、株主総会もできないわけですよ ね、 ここに気づいてない方が意外と多いということなんです、はい、なんかね、オーナー会社で上場してない株って私父で大変苦労したのでやっぱりそこはね、すごい一番、まあ、M&A を加速したのもそれが原因だったと思うんですよね。はい、あと自社ならではのこれは先生が日経新聞に掲載されていらっしゃるんですね、はい、年に 3,4 回ぐらいは日経新聞が、うん、取材に来ていただくんですが、やっぱり認知症対策とか相続のことになると、うんうん、私どもが日本でもトップクラスということで、取材に来ていただくことが多いです。あ、そうですか、はい、少し素敵ですね。ありがとうございます。なんかね、これは赤いネクタイ、今日は黄色 で、 でチーフとこうセットすごいおしゃれ、まるで合わせた感じ。いやいや、今日ね、本当、はい、実は電話で嘘ですよ。いやいや、ありがとうございます。なんかね、認知症とかっていうとすごいネガティブで、さっき言ったみたいに、はい、ただ、まあ、一般の方以上に、はい、実は経営者って、はい、会社も引っ張ってることあるじゃないですか。そうなんです、はい、責任が大きいんですよ、大きいんですよね、はい、だからやっぱり元気なうちにそれをやっておいた方がいいよね、はい、ってことをすごいおっしゃってますよね、はい、そうなんです、ね、なかなか、まあ、皆さん後継者も言いにくいことですけど、私自身は経営者でもあるわけですので、その辺ははっきり言わせていただいて、自分の責任をちゃんと理解してやるべきことをやっておきましょう。あ、分かりました。で、こういう5本も出してる、今すごい売れてるっていう話、はい、もうこれ第4釣りまでいってるんですけども、経営者の認知症対策ということで、まあ、民事信託という制度も使ってもいいんだけど、はい、任意貢献という制度を使って、まず自分の判断能力がある間にもし急なことがあったら、あるいは認知症になったら、はい、こういうふうにしてほしいっていうのを決めておける制度がありますので、これを法的にきちっと準備をしておきましょうというのが私どものおすすめでございます。いや、これは私も今、はい、すごく相談に乗っていただいてるんですけど
やっぱりこれ今なるべく早いうちやった方がいいですよね、これはね。エネルギーのあるうちにやらないといけないですよ。弱ってくると結局できなくなるんですね。そうですよね、はい、あとさらにやはりとっても売れてるこちらの5本ですね、はい、任意貢献の実務、それからこちらは家族小説なんです。小説、あ、小説なんですか、はい、アマゾンでぜひご購入いただけると。あ、すごいですね、はい、渡る世間は瀬戸際ばかりなんか耳が痛いです、はい、まあ、こういったご本もね、いっぱい、はい、あの著書として出版されていらっしゃいますので、ぜひこちらも皆さんご参考にしていただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ということで今日はですね、勝先生お忙しい中おいでいただきました。今週の NBC ビヨンドビジネスチャンネルチャンスチャレンジのゲストは勝司法書士法人代表社員勝武人先生においでいただきました。勝先生、これからもよろしくお願いします。こちらこそありがとうございます。これからも経営者の味方でいてください、はいはい、ありがとうございます。また次週もお楽しみに。